問題5統合理解1番家族3人が話していますだめです小学生には必要ないでしょ携帯電話なんてえー、だってみんな持ってるよ持ってないの僕ぐらいだもんお母さんは 僕が仲間外れにされていじめられてもいいのまたそういう親を心配させるようなことを言って、変なサイトを見ちゃって、後からすごい金額を請求されるなんていうことも聞くし、お父さんはどう思う子供に携帯電話なんていらないわよね。うん、でも今変な事件多いし、いつでも連絡が取れるっていう点では、持たせた方が安心な気もするな。 いる場所がわかるサービスもあるんだろう。ちゃんとルールを守るって約束すれば、持たせてもいいんじゃないかさすがお父さん、わかってるな。そっか。ま、いつでも連絡できるのはいいわね。じゃあ、変なサイトを見られないようにできる電話にしましょう。やった 女の人はどうして子供に携帯電話を持たせることにしましたか子供がいじめられるのが心配だから 2> 2いつでも連絡が取れるようになるから3安い携帯電話があったから4 変なサイトを見ないと子供が約束したから二番電車の車内放送です毎度ご乗車ありがとうございますこの電車は急行中央センター駅行きです停車駅は長原公園 生山大学前、山城町、泉田です。終点中央センター駅には、18時43分に到着の予定です。途中、長原公園で地下鉄に、山城町でモノレール線にお乗り換えができます。また、生山大学前で、 後から参ります特急電車にお乗り換えできます。中央センター駅にお急ぎの方は特急電車をご利用ください。次の停車駅は長原公園。長原公園です。あれ山下くん。降りる駅どこだっけ泉田だっけうん。でも家から一番近い駅は そこから各駅停車に乗り換えて二つ目。あ、そうなんだ。でも、今日はちょっと友達の家による用事があるんだ。友達んちモノレール線だから乗り換えなくちゃ。坂本さんはあ、私は終点まで行くんだけど、今日ちょっと急いでるから特急に乗り換える。そうか。 質問 1, 1男の人はこのあとどの駅で電車を乗り換えますか質問2女の人はこのあとどの駅で電車を乗り換えますか 3番テレビ番組でアナウンサーがインタビューしています。今日のテーマは仕事と自分の時間、どっちを大切にしたいです。会場の方に意見を聞いてみましょう。こちらの若い男性の方、いかがですか私は働くのは嫌いではないですけれど、仕事だけが大事というわけではないので、 自分の時間を大切にするタイプですね。なるほど。でも若いですし、お仕事大変なんじゃありませんかええ。気持ちは自分の時間を大切にしたいのですが、実際は仕事に追われてます。夜遅くまで仕事することも多いし、理想のようにはいかなくて。そうですか。体を壊さないでくださいね。こちらの若い女性はいかがでしょうか 私は今は自分の時間を大切にしていますね。今はと言いますと実は今パート社員として働いているんですが、仕事以外の時間は資格試験のための勉強をしています。だから今はと申し上げました。そうですか。じゃあ試験に合格したらその後は仕事が一番ですね。 好きな仕事をしようと思っているので。好きな仕事だったら自分の自由な時間はなくても平気だとはい。質問1。1> 男の人はどういう考え方を持っていますか 質問に。若い女の人は。どうして。今は自分の時間を大切にしているのですか。四番。家族三人が話しています。は。 そっち、どうだった翔太いたう <laughs> いない。川沿いにずっと見てきたんだけど、いなかった。もしかしたら、橋の下にいるかなと思って、そこも見てみたんだけど、いなかった。そうか。まったく、翔太ったら、どこ行っちゃったんだろう。あ、ようく戻ってきた。どうだった学校と公園も行ってみたんだけど、どこ探してもいないよ。 翔太と仲良しのあの子、えー、っと、浩平君のところはあ、そうか。じゃあ、父さんが行ってみる。あと、翔太が行きそうなところは、神社かゲームセンターか。じゃあ、ようこそっちお願い。私、もう一度川に行ってみる。男の人がこれから行くのはどこですか 一神社二友達の家三ゲームセンター四川五番学校の入学式で。 係の人が話しています皆さん、本日は入学おめでとうございます。早速ですが、授業が始まるまでの手続きがいろいろありますので、説明します。まず大学では、自分で取る科目を決めて、履修届を提出しなければなりません。締め切りは4月30日です。 提出しないと単位が取れませんからくれぐれも気をつけてください。それから皆さんには健康診断も受けていただきます。経済学部と法学部の男子学生は4月15日、22日、女子学生は14日、25日です。外国語学部の学生は男子女子一緒で17日、 28日です自分の都合のいい日を選んで学校の指定した病院に行ってください。あそれと各科目について細かい内容が書かれている講義要項は学生部で配っていますからまだもらっていない人は帰りにもらってください。内容はホームページでも見られます。うわあ 手続きがいろいろあって大変だね。ほんとだね。履修届の提出、絶対忘れないようにしないと。もう講義用語をもらった僕、まだもらってなくて。私もまだ。でも、ホームページで見られるって言ってたから、いいや。家に帰ってから見る。健康診断はいつ行くのえっと、僕は経済学部だから、このどちらかの日か。 うーん。20日までちょっと忙しいから、この日だな。そっか。私は外国語学部だから、17か28。早めに行っておいた方が良さそうだから、こっちにしよう。じゃあ、僕、学生部寄ってから家帰るんで、ここで。うん、わかった。じゃあね。 質問1女子学生はいつ健康診断に行きますか質問二。男子学生はこのあと初に何をしますか 6番。会社で社長が社員の前で話しています。昨年の秋以降、景気が悪い状態がずっと続き、我が社の経営も厳しい状態が続いてきました。去年から徹底的に無駄をなくし、少しでも利益を上げるよう、社員全員で努力を続けてまいりましたが、それも、 限界に近づいています。それで、本当はこういうことは一番避けたかったのですが、率直に申しますと、人を減らさざるを得ない状態となりました。申し訳ありません。辞めることを希望し、今年の夏までに退職する社員には、普通よりも高い退職金を支払うこととしたいと思います。 うちの会社もとうとう、か、早くやめた方が得かもね。でも、私たちみたいに会社に入って5年目じゃ、お金期待できないんじゃないそれに、この不景気じゃ、次の仕事すぐ見つかるかどうかわかんないし。そうか。でも、仕事を変えるなら若いうちじゃないと。それもそうだけど、 私は一人で暮らしていかなくちゃならないし、不安だからこのままいられる限りいるつもり。僕は逆にこれがチャンスかなと思って応じるつもり。男の人はどう考えていますか一今年の秋までに会社を辞める。 2. 今年の夏までに会社を辞める。3. 辞めないで会社にずっと残る。4. 辞めないで5年間は残る。